ナイトパーティー、今宵はお化けが主役。ハニワの曲でさ、次の曲あれでいいんじゃない？可愛くないかもしれないけど、友達からは可愛いとは言われるっていう、新曲出してほしい。咲夜です。どうも、こんにちは。はい、今回は、ハニプレのね、動画出していきたいんですけど、めちゃめちゃ、久々じゃない久々じゃない本当に。まあ、なんで撮らなかったかっていうと、まあ、撮れなかったわけではないけど、撮りづらかったから、なかなかね、更新頻度がね、上げられなくて、って感じですね。なかなか撮れる状況を見つけることができなかったので、今回、久々にね、ガチャ動画だったら復帰っていうか、撮りやすいかなっていうので、やっていきたいと思います。でね、今回来てるのが、ハニプレフェスということで、昨日の前の前ぐらいに開催されたんだよね。だから1月1日までやってるんだけど、とりあえずね、いやでも周年迎えてるから、周年のために置いとくのもありだから、ちょっとね、何回引こう。50連ぐらい一旦様子見で引きたいと思います。ちなみにね、俺もセナちゃんが欲しいんだけど、今回もセナちゃんが欲しいんですけど、だから、こっちの方狙いたいんよね。イラスト的にも実はね、こっちの方が好きで、この星5、あ、こっちも星5なんだ。マジか、星4だと思ってた。こっちのセナちゃんめちゃめちゃ欲しくて、こっちこれ、このプクーってなってる、この、ゼロ距離ではないけど、70センチ距離のセナちゃんが欲しいんで、とりあえず引いていきましょう。無料、痛い、痛い、肘が痛いです。まあ、とりあえずね、無料ガチャ引いていきましょう。これ出るかもしんない。これで、久々にガチャは引くんだけど、ちょっと待って、滑舌が悪いから今日、はい。どんなライブかな？もう久々だなこの声聞くの。音量でかすぎない？ちょっと待ってね。誰が出る？一発目？あ、金だよ。今日の会場どこ？今日の会場はトイレ。小雪くんでした。鼻に水やり。まあ、とりあえずね、茶番っていうか、茶番じゃないけど、まあ、とりあえず引いていきましょうかね。ハニーダイヤ2500。2500か、俺だけ20にしてくんないね、俺だけ20にしてくんない消費。みんな3万とかでいいから、俺だけ20にしてお願い。いくよ。はい。お願い。来るかな？一発目で来るかもしんない。はい。来る？まあちょっと熊丸どいては、まあまあいい感じですね。まあまあ、この時点でまあまあまあ、いいよ、待って、いいよ。蜂のプーさんでさ、蜂のプーさんって何？蜂のプーさん、新しいキャラ出さないで、蜂のプーさんって。熊のプーさんじゃないの。蜂のプーさんって、みんな学校で使っていいよ、蜂のプーさんって。多分ね、来たえおー、来たじゃん。でも違うか。持ってるね、小雪くんね。ありがとう、やけど。あれどっちだ？小雪くんだね。乙女座だけど男の子。何言ってんの？とりあえず、引いていきましょうか。でもさ、まだある可能性あるよね、全然。榎本夏樹くん、榎本夏樹くんはやばい。榎本夏樹くんはやばいな。かっこいいな。いくよ？はい。準備はもうできてるから、ずっと準備はできてますよ。はい。モナちゃんね、ありがとう。いや、マジね、モナちゃんとセナちゃんはね、今のところね、俺の中で2強なんで、いきますよ。はい。まあ、今日の会場は、だからトイレって言ってるじゃん。今日の会場はトイレって言ってるじゃん。違うで、望月くん。絶対呼び方がなんかおかしいよね。まあ、とりあえず、違うよね。いくよ。まだ違う。アイドル。めちゃめちゃあれだな。殺風景だな、アイドルだけっていう。いくよ。あれもう来ないのかな？スキップしてみていい？いくよ、スキップ。はい。来ると思って待ってたのに。まあ、ガンガン引いていきましょうかね。1連目からちょっとね、白熱しすぎた感もあるよね。いや、でもさ、星5の確定演出ってあるのかな？この時点で。ここの画面の時点であるのかな？でも、あの演出で違うかったら来ないよね、特に。こっから変わることもあるんだけど、この扉が出てから。まあ、ガンガン飛ばしていきましょうかね。はい、今日の会場はなんて言ってんの？なんかね、声が被るかわかんないんだよね。スキップ！はい！スキップするんじゃなかった。今日？はい。いや、これ、30連目か。早っ。早いな。とっておき。本当にとっておきなの。チケット振り回して、ほら、取られるよ。なんか、外国だったら、チケット適当に振り回してたら勝手に取られるから。窃盗されるからね。ショータイムね。いくよ！スキップしていい？はい。え、ちょっと待って。やばい。あれこんなにやばいガチャだっけ？ちょっと待って。ハニワってこんなに悪質じゃないよ。悪質じゃない。今のは違う。今のは違うよ。闇ガチャだっけっていうことを言いたかったね。悪質って言ったら違う意味になるから違うよ。今のは違うから、ね、闇ガチャって言いたかったの俺は。ハニプレってこんな闇ガチャだっけって言いたかったの俺は。まあ、とりあえず引いていきましょうかね。いや待って、思った以上にそうか、闇ガチャだったのか。俺結構天井行ってたもんね、動画でか。え、なんか言い方違くない？熊丸どいてが。え、なんか言い方違うかったよね、今。違うかったのが違う。え、ほら、え、なんか、通信今遅かったよね。え、待って、来るんじゃないこれ。いきよ。せーの、はい。あ、違うね。息を整えて。いきよ。せーの、はい。いや、違う。まだ。いや、違うよね。あ、これ初めてじゃない？あ、違うのか。いきよ。いや、ショータイムじゃない。いきよ。そろそろ来ない？今だって、ロード入った。え？いつ来る？ロード入ったよね、めちゃめちゃ長い。こんな僕ですが、よろしくお願いします。もう50連なんだ。もう50連なんだけど。一応最後ってことでいい？いやでも欲しいな、このいやー、かわいいな、欲しいな、これ。待って、欲しいわ。待って、めっちゃ欲しいわ。もうちょっと引くわ。ちょっと待って、やばいな、めっちゃ欲しい。セナちゃん。熊丸どいても違うな。熊丸どいてって言った時大体外れるんよね。熊丸どかないで、だから。熊丸どいてって言って熊丸がどかなかった時は多分確定なのよ。俺で勝手に作らない練出。スキップするよ、せーの。はい。え？いや、同じ顔が2つあったんだけど、今。あ、待って、ニューだ。え、ちょっと待って、わかんないキャラ出た。え、俺、わかんないこのキャラクター。スキル、よろしくお願いします。めちゃめちゃシンプル。せーの。はい。いや、まあ、60連目か。いや、100連まで引く？ごめん、100連引くわ。100連引きます。いきます。熊丸、来るんじゃないこれ。いや、星4以上は絶対確定。今日の会場。ゆっくり見ていこう。メグくん。あ、来た。え、これ、星 5！ あー、そっちか。いやー、嬉しいけど、そっちか。待っとったで。いや、待ってくれてありがとう。え、めちゃめちゃいいんだけど、このイラスト。ちょっと待って。いや、ハニプレのイラストっていいんだよな。特に進化マン俺好きで。いや、いいわ。セナちゃんじゃないけどいいわ。君と過ごす初めてのクリスマス。え、俺に似てるこれ。え、待って。いや、でも、まだ来るかもしんない。いくよ。いや、さすがに来ないかな。確率がめっちゃ低いもんね。そうだよね。星5の確率ってめっちゃ低かったと思うわ。いや、お願い。え、間違えた。え、来んじゃん。こっちね。星4ね。星4はな、セナちゃんのダブリでもいい。違かったけど、まあ、ひなちゃん、いいでしょう。え、この曲好き俺。この曲俺好きなのよ。あれちょっと待って。映像から見るに。ひなちゃんだと思ったら違うかったんだけど。小太郎くんだったんだけど。まあいいや。よし、とりあえず。でも、いいでしょう。いや、マジか、進化させるか？いや、一応ね、セナちゃんではあるんだけど、セナちゃんではないのよ。セナちゃんではあるけど、セナちゃんじゃないのよ。いや、この右上の星があったな。いや、でも、今流れ来てるから、いくよ。これ70連目かな。いや、マジでお願い、本当に。いや、セナちゃん、ほんとに。熊丸どかないで、本当に。ねえ、パンミーちょっと黙っといて。お願い。バンミーちょっと黙っといて。いくよ。せーの、スキップ。ないんだー。せーの。はい。静かに弾く。今回静かに弾きたいと思う。ASMR みたいな。ASMR みたいな感じで弾くわ。いくよ。ASMR。ASMR ってあれでしょ？お菓子のさ、袋の音とかさ、パリパリパリってやるやつでしょ？パリパリ開けたりしてさ。だから何？いくよ。いや、マジで、スキップ、せーの、はい。やだー。可愛いじゃん。え、待って。この子も初めて見たわ。桜、桜ヶ丘高校っていうのかな。一緒にお昼食べよう。え、いいよ。いや、あと20連か。ちょっと待って、本当に欲しいの。いや、マジ普通に欲しいのよ、このキャラ。このイラスト欲しいのよ。いや、マジでノーって言ってる。何がノーなのかちょっとわかんないけど。いや、マジでお願い。お願い。本当にお願い。いや、本当にお願い。イベント集会したらチケット貯めるんだけどね、なかなかね、溜まりづらいんですよね、チケットって。だから本当に、ここで引いとかないと。赤だよ。赤は、いや、でも、星4か、これは。この感じ星4だな。え、星5来たよ。え、でも、違うんだよな。え、待って、星5来たんだっけ。あー、そっちじゃないんだよね、本当に。いや、いいんだけど、そっちじゃないの。うわ、運はいいの。運はめちゃめちゃいいんだけど。いやー、まだあるかな。スキップします。あー、そうだよね。一発目か。ねえ。あー、これ、今の俺の気持ち。今の俺の気持ち表してくれてる。ハニールビーとしか出てこない。引いていきたいと思います。これで、これ、セナちゃん引けなかったら、まあ、引いてるけどね。うん、実質引いてるんだけど、これ、セナちゃん出なかったら、ちょっとね、ハニプレやめません。特にやめないです。はい、でもやっていきましょう。いきますよ。はい、お願い、最後お願い。ここだけ。楽しんでいき、あ、マジ、楽しんでいくんだったら、楽しませてくれてる。え、もうすでにめちゃめちゃ楽しい、俺。え、いい感じ、いい感じ。え、だって、今の演出的でさ、え、よくないこれ。この演出普通にいいんだよね。いくよ。はい。砂利タイム？砂利タイムだよって言った今。砂利タイムって何？砂利を食べるタイム？よくないな。はい。3、今日の会場。あ、セナちゃんね。嬉しい。女の子の憧れセナちゃん。まあそうだよね。こんな可愛くなりたいよね。大体の女子は。でもかっこよくなりたいという女子もいるのか。ね、可愛くなんか、ブサイクになりたいという女子も、あ、いないか、それは。何を言ってんだ、俺は。はい。じゃあ今日の会場はおトイレね。はい。あ、はじめまして。よろしくお願いします。ショータイム。あと、5人。いや、お願い、生徒。新入生あと4人だから。あと4人の新入生誰？セナちゃんがいいな。星5のセナちゃんがいい。マジで。お願い、本当に。間違えた！これ！来るかもしれない。お願い、待っちゃ、お願い。あー、聞いたに引かせて。キャ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 ンキャンキャキャンキャキャンキャンキャンキャキャキャン。ちょっとね、ピックアップ入ってんの？ねえ。ねえ、小太郎くん、ピックアップ入ってる？今日シフトじゃないんだけどね。いやー、マジか。いやー、ちょっと待ってー。これラストだよね、次。はい。いやー、準備はいいけど。いや、セナちゃんの表せめて。小太郎くんね。これが俺の全力だ。まあ、俺の言いたいことを言ってくれましたね。これが俺の全力です。全力尽くしたけどダメだった。いやー、ねえ、いやー、まあ、チケットをもうちょっと貯めて、勝手に引いとこうかな。え、ちなみにさ、交換だと何ポイント？あー、300か。難しいな。欲しかったな。欲しかったな。欲しかったな。めっちゃ可愛いもん。めっちゃ可愛いんだもん。欲しかったな。惜しかったなぁ。